鈴木正吉鈴木正吉から1944年1月31日は日本のバイオリン、バイオリン製作技術を独学で身につけ、1900年パリ万国博覧会の楽器部門で入賞した。才能教育法、鈴木メソードの創始者である鈴木陳一は三男。鈴木正吉は、オアリ藩のお手先同心、鈴木正春とその妻、谷との間に次男として生まれる。 父の正春は名古屋で生まれ、同心株を買って武士となった人物で、母、谷は新官の娘であった。同心で職芸を持っている者は届け出ることになっていたが、正春はこと、三味線作りを内職としていた。正吉は一旦別家の養子となるが、10歳の折に養父が亡くなり、実家へ戻っている。1870年、正吉は、 藩の音楽隊太鼓役として、年俸五両で出資しているが、太鼓がラッパに変わったため失職した。藩から特待生に取り立てられ、藩立の洋学校に2年ばかり通学したが、制度が代わり学費の目途がなくなると退学した。父、正春の六高は1875年当時、交際証書の一時支給として14ヶ月分555円の交際が与えられ、 正春はこれをもとに今年は未宣店を開いた。正吉は、1873年に、獣子の突ぎ先である、浅草並木町の塗り物商に方向に出たが、告示された。この店が閉店し、名古屋の両親の、1887年、正吉は、愛知県人城市販学校の音楽教師、常川良之助の下で商家を習い始めた。1月ほど経った頃、正吉は、 門人仲間のあまり鉄吉が持っていた日本製バイオリンを目にする。それは東京深川の松永貞次郎が作ったものであった。バイオリンを作ったら売れるというあまりの言葉を聞いて、正吉は作る決心をしたが、実物のバイオリンは少しの時間しか貸してもらえず、木材も入手できず、苦労を重ねることとなった。第1号は1887年から1888年に、 制作したが売れず、2号を経て、3号は1号の2倍の音量を出せるほど進歩した。1888年、自作のバイオリンが、常川の門人に売れたことで、正吉は自信を持った。1887年に発足した、東京音楽学校の親とい、音楽教師、ルドルフ・ディットリヒは、鑑定の結果、東京市内にも2、3カ所で制作しているが、この品には、 到底及ばない。和製品としては、今日、第一位を占めるものであると評価した。彼の推薦文はいくつかあるが、1893年の音楽雑誌にも掲載されたものには、輸入バイオリンと同様の音質を持ち、廉価であるとある。それでも、鈴木の自信を深めることになった。なお、鈴木のバイオリンについては、その後も、音楽学校教員のアウグスとユンケルと、 グスタフ・クローン、区内省式部職屋と音楽教師のビルヘルム、ドゥブラブチッチがそれぞれ推薦状を書いている。日本人としては、コーダーノベとアンド・ミユキが1908年にそれぞれ推薦状を書いた。1885年、名古屋区東門前町の菓子屋でバイオリン製造を始め、1889年には、長男、梅尾が誕生する。同年には、 東京銀座の共益商社、大阪の三木佐助とも契約を結び販路を拡大した。1890年北川の家を300円を投じて購入、本格的な生産に入る。なお、正吉の弟子は7、8人いたが、いずれも彼の知人で、氏族出身者であった。1888年には、オルガン製作を行っていた、ヤマハトラクスの木と契約を結ぶ。 1889年にアメリカ視察旅行に出かけたヤマハは、鈴木のバイオリンを持参し、税関に保管されたりして、面倒をかけたという。なお、この旅行には正吉は行っていない。1890年、上野公園で行われた内国官業博覧会では、バイオリン部門は11名から出品があったが、鈴木は同部門最高賞の三等有効賞を得た。 1893年にシカゴ万国博覧会にも出品したが、ランク付けは行われず、単一ランクの報奨が与えられた。日本で使われた初期のバイオリン教本は、クリスティアン・ハイン・リヒ・ホーマンの著であるが、その後、1891年に、常川のバイオリン教科書が日本人の著書として初めて出版された。その後数種類の教科書が出たが、 マサキチも1902年にブワイオリン独集賞を発行している。1月1日、君がよ、愉快なる家、イギリス国家などが収録されている。1895年、第4海内国環業博覧会が岡崎公園で行われ、進歩三等賞に選ばれたが、その際、鈴木の作品は高価で高くなければ一等賞でもいいというコメントがなされている。 1900年のパリ万博ではモデルにするべきでない、ドイツ製品をモデルにしているという辛口のコメントを受け、戦外加速ということになった。99%の出品者に何らかの報奨が与えられたが、正吉は外国製品と変わらないという前向きの捉え方をした。1903年の第5回内国官業博覧会は、バイオリン、ビオラ、チェロを出品しに当初を得た。 1904年、米国セントルイス万国博覧会には、第5回内国官業博覧会で一等賞を日本政府が許可したので、出品できなかった。1909年シアトルで開かれたアラスカコン、太平洋博覧会では、鈴木はヨーリンは金牌を受賞する。1906年には、マンドリン。1907年には、ギターの制作を開始した。1910年に、 第10回関西府県連合共振会では、ビオラが一等賞、チェロとバイオリンが二等賞を得た。コメントに、機械力を応用して、殿下に製造するがゆえに、今日これときっ抗するものは皆無なり、今回出品するものはわずか定価2円なり、音楽普及の両中立ちにて、ヤマハトラクスの木と共に公模範であるとある。1九1年ロンドンで開かれた日英博覧会では、 日英博覧会愛知出品同盟会場務委員を務めていた関係から法をした。審査の結果、日本楽器製造会社と鈴木正吉が名誉対象を得た。すでに有名であった山田光作が正吉を叔父ということにして、フランスのバイオリン製造工場を見学させたというエピソードがある。この際、毛を晒す方法が分かったそうである。これを機に、その後も、 山田との交流が続いている。明治30年代にバイオリンの国内市場のシェアを8割に拡大した、ま吉は海外進出を模索するようになった。その先達となったのは、ヤマハトラクスの木である。1906年に行われた法店、商品展覧会にも出品した。1909年の雑誌、音楽界によると、バイオリンはもともとドイツより供給されてきたが、 目下輸入価格の3分の1は日本の供給するところとなり、実際日本は学校用楽器供給の実験を握れりとある。大正7年には正吉は渦巻き形作成器を特許出願している。その後大正10種の特殊機械を発明した。明治末年、鈴木バイオリンの製造は年間7,304本という記録がある。不況と流行の変化があり、 日本ではバイオリン離れもあり、マサキチは様々な努力を払ったが、新しい楽器を作ったこともある。マンドレーラは、シャミセンに代わる、家庭楽器で、1928年の案内書では、マンドリンとシャミセンというコラボレーションというコンセプトであり、宮城道夫先生ご推薦と宣伝にある。ヤマトピアノはことをモダンにしたもので、定価60円。しかし、これらは売れなかった。 昭和に入って、バイオリンの生産の状況は厳しくなった。鈴木バイオリンを主体とする愛知県の生産は、大正末年の6万個、26万2000円から1928年には3万4000個、11万2000円と落ち込み、さらに1930年には1万300個、6万5000円と激減した。1930年には株式会社に改組し、 鈴木バイオリン製造株式会社とし、本社は名古屋市松山町に置いた。1932年に不当たりで倒産に追い込まれた。営業不振がその主因であるが、土地、建物の暴落。1931年の頼みの明治銀行の倒産もある。人員整理も行った。破産後梅尾が人頭式を取った。約半年で会社債務を完済した。 マサキチは自ら社長の職を退き、1934年、下出義雄社長に迎えた。下出は名古屋の企業家で、後政治家、衆議院議員になったが、戦後、公職追放になった。会社の倒産後、マサキチは妻と共に東京都北区滝野川の借屋に居を移したが、1934年、大府町の工場の隣接地に移り住む。 そこで亡くなるまで10年間、楽器の研究に打ち込んだ。年譜によると1913年に工場に、直子御左剣の栄誉とあり、また、1927年に、昭和天皇に単独配越とある。皇太子殿下は、正吉1926年製のバイオリンコ、高松宮信人新郎から直接送られたという。本の著者、井上さつきが、 皇太子殿下のご行意でそのバイオリンを拝見する機会があり、正吉演塾記の作品と記載している。当時拝観したバイオリン制作家の松下敏之も、後に同意見であった。正吉は、小沢さんで、二人の妻、信、ぶ、との間に旧に四条を設けた。長男、梅尾は高等小学校を卒業後、13歳にして、直ちに父の工場に入り、次男、 六三郎サブローも父の工場に入った。三男、鈴木鎮一は、寮の子供で、名古屋市立商業学校卒業後工場に入ったが、プロのバイオリニストの道を歩み、ドイツで勉強し、父のバイオリン製作にも大きな影響を与えた。鎮一は1955年10月18日、正吉の共造除幕式でバイオリンを弾いたが、その写真が残されている。 富士元楽器社の社長である、山田健造は追い。シンガーソングライターの、竹川幸秀はヤシ後。井上、2014,20から29井上、2014,33から43井上、2014,48から57。井上、2014,57 2014から65井上、2014,65から72鈴木1902、P10。 鈴木1900 P18 鈴木1900に P23 鈴木1900に P33 井上201480から83井上201486から92井上201498から103井上2014105から113井上2014255から261井上,井上 2014-277から300。井上2014-318から319。井上2014-316。バイオリン製作者、山田健造中英坊な厨房のクラシック中ブログ。バイオリン製作者、山田健造中英坊な厨房のクラシック中ブログ。https、ブログ、グー nejp、ひろちゃん1990、e。 28F2C7949C95A98 億2449万 5089C4 ビット 25A8832018 年6月12日閲覧2016年2月12日12時のツイート竹川幸秀スタッフ竹田正春会見であの不倫騒動をいじるデイリースポーツ 2016年1月29日閲覧、ありがとうございます。